J-WAVE ラジオドーナツここからの時間は「東京東京フェスティバルクリエイティブファイル」2020年を盛り上げるさまざまな文化プログラムの中からラジオリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます今週は「東京芸術祭2020特別公演ファンタスティックサイト」。 に注目しますこのファンタスティックサイトなんですけど、はい、東京の近世から近代への変遷を体現している場所を使って日本発祥のダンスである舞踏その流れを組むダンスの公演を行いさらにそれを映像化し東京の歴史と芸術の魅力を発信する というプロジェクトですはいスタジオにはそのファンタスティックサイトで舞踏公演を披露する大楽打官主催舞踏家で俳優のマロ赤字さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますああマロ赤字ですよろしく こんにちはよろしくお願いいたしますもう足を運んでいただいて大変にもう光栄光栄しごくマスクしてやってまいりましたかっこいいですねいやもうね。ドキドキしちゃいます私の場合ね特に映画とかね数々拝見してまいりましたんでこんなお近くにいること自体がちょっと奇跡のようでございますけれども今日はそのファンタスティックサイト でですね、はい、大落語館が公演ということなのでご紹介させていただきますけれども、はい、まずはこの演目ですね「えーはい、クレイジー・キャメル・キャメルガーデン」デンってね一応あそこの庭園をちょっと意識しまして、ね、今回はですね東京庭庭園美術館のお庭で、はい これが行われるということなんですが、まずちょっとこの演目についてちょっと教えていただけますか。わあ、踊りですからね。この内容というのなかなかあれなんですけれども、ねはい、まあ一応、えー、ビバルディのね、指という曲がございますね。うん、はい。それの前編をまあ瞬間終等、まあ逆に言って。 まあ、いろいろ言ってもいいんですけれどもそれを主軸にしましてね季節的な四季もちろんそういうものと、うん、人生の四季と<ー>いうようなものを引っ掛けましてねまあ僕が、えー、80近い男がこういう女学生になったりして、はい、本当だねあ<ー>この辺はまあクレイジーということで <laughs> 認めていただきましてね。<laughs> えー、これあれですね。あのダイラとしては、うん、まああのレパートリーとして、はい、えっとパリとか東京でもすでに声そうですね。えー、パリはちょっとこの辺書いてああっと忘れちゃったんですけど。うん はい、パリ2012年に創演されてるということなんですけど、ね、まあこれは注文でね、はい、日本文化会館というところの15周年ですからうん、うん、それで注文建築というか注文舞踏ということで <laughs>、うん、まあうちの蔵に入ってたやつをね、まあ、金粉っていうのはもう非常にうちの72年に創立して以来伝統的なあれなんですよ。 ちょっとゴールドで行こうかと。いやゴールドもすっごい迫力ですよね。えーまあ、そうですね。そうするとね、はい、まあ単なる白黒というよりも未来的なイメージが出たり、うん、同時に仏様がね。 33三原動の仏様がね急に狂いだしてるみたいなねそういうのが30人ぐらいが出てくると、うん、もうそれだけでファンタスティックというかねういいファンタスティックという名前を付けていただきましたのででもいいような気がしますね <laughs> <laughs> 今回はその東京都庭美術館の芝庭が会場ですけども、うんはい、この「クレイジーキャメル」がこう外でやるっていうのは初めてっていうことですよね。 えっとね、外はねモンペリエっていうところで野外の劇場があるんですけれども、えー、そこでやりましたね。ねなるほどでも今回はじゃあ「クレイジー・キャメル・ガーデン」という名前を付けて特別バージョンとしてね<れ>もう少し考え直して、うんえー、よりそのまあなかなかあの庭園美術館というのも由緒、えー、あるところですからすね、はい、あんまり怪我しちゃいけませんからね。<laughs> えー、まあ一つの怪我すというか一つの伝統 というものをまあ戦いながらやってるっていう集団ですからね。ただただまあ壊すということではないんですけれども、その辺の融合のところを見ていただいて、まあ名前がクレイジーですので、その辺のところをまあアバンギャルドとして認めていただければ。なんかその芝庭ので独特のなんか今考えてらっしゃる演出みたいなあったりしますか。もう庭をねどうこうという舞台を作るだけで。 とはまあちょっと装置があるということで、はい、もうほとんどのお客さんはその芝生に座っていただいて、まあね転がるなんなりして、風香る五月の季節の中でね、はい、ゆったりと見ていただければいいかなと思ってます。見てる方も芝生に座るっていうのはなかなかいいもんですね、えー。そうですね。もう雨さえ降らなければ、<laughs> えー、それを祈るばかりですが、はい。あのねもちろん七十年代からご活躍でいらっしゃいますけど、こんなちょっと 失礼な質問かもしれませんが年齢を重ねていくことと舞う踊るということのこうなんか今のこう関係ってどういうふうに捉えてらっしゃいますかあ よりこのなんで暴力的になってくるとかねそうですか<ー>お急ぎに短いんだから何やってもいいや <laughs> 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 まあ、ある種の、まあ、よく言えばちょっと自在さが出てきたかなみたいなね<ー>、えー、あんまり形にとらわれないもともととらわれてはいないんですけれどももうちょっとあの力を抜いて<ー>力を抜いた方がまあ伸びも とと出たたりすすするいいうううのは今頃かかったんでんでそ意味つまりあの悪く言えば騙し騙しというかなうむしろそういう時に一つの技術的な何かいわゆるよく引きの演技とかマイナスの方に引いていく演技とか、ええええ、そこからドーンとプラスの方に突然出てくるとかっていう,うそういう一つの ダイナミズムというのがより出てきたんじゃないかなという。じゃなんかまあよくね枯れるみたいな言葉ありますけど、そういうこととはもう全然違いますね。そうですね。ちょっとそその反発は出ますね。枯れて枯れてますよ。違います。違います。その落差がね。ケレンとも言えますけどね。あじゃあそういった面もね含めて五月の末に。 講、ね、<え>演がございますはいということで今日ご紹介しました東京芸術祭2020特別講演ファンタスティックサイトクレイジーキャメルガーデンは5月29日金曜日から31日日曜日まで東京都庭園美術館芝庭で開催されますチケットは明日3月22日にプレイガイドで先行発売29日から一般発売しますその他プログラム情報など詳しくは東京芸術祭の公式サイトご覧ください はい、今日は舞踏家そして俳優マロ赤字さんにお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。したこちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。